はい、トミーさん、こちらのぼりです。今日もテイルズ・オブ・アライズの続きやっていきまーす。前回が、なんだっけ、なんちゃら224に着いたとこで終わったのかな？で、あ、違う。あれだ。なんかサブミッションみたいなの1個クリアして終わって、なんと、DLC を買ってきました。で、何すんだっけ？ここに行くのか。ジルファ、メザイ、メザイ、メザイ224か。で、ジルファの情報を聞き出す。だから、ここに行くんだね。何かあったんだろうか。なんか、この手紙マークはサブクエスト的なものなのかな？なあ、あんた、よかったら、シラジン、シラジン？リムエル知ってるか？お酒の名前。当たり前だろってなんで、よく見たらお前らへそ物か。急に態度が変わったぞ。ちょっと、スキップしちゃった1個。無理ないよ、みんな。隣近所でさえ疑いながら暮らしてる。なあ、あんたどうしてそのシラジンって酒が必要なんだ？レナがいようといまいと生きていくためには働かなきゃならんだろうが。けどシラジンなしじゃ凍えちまう。ただ飲むためじゃなくて寒さをしのぐためなんだな。あいにくシラジンそのものは持ってないが何かできることはないか？うん、見返りよこせなんて言ったりしないよ。本当か？ならシラジンの原料をくれ。ズーグルから取れるやつだ。ズーグルの素材にそんな使い道があるのか。奥が深いんだな。アルフェンなら取ってこようっていうな。そりゃ待つしかねえけど、いいのいいか、ズぞ。ーグルだぞ。困ってるって知ってしまったしな。放っておくのも落ち着かないってだけさ。それに凍った地面を耕すより、ズーグル相手の方が楽だ。まあ確かにね。凍った地面を耕すって言っても、もうこんなとこじゃ畑なんて無理でしょ。ズーグルで酒を作るなんて意外とたくましいんだな。少なくとも占領されてからの話ってことだもんね。敵の目に睨まれたりしなかったんだろう。そうじゃん。これエリア移動したら、あの会話途切れちゃうのか。むしろあ、途お切れなか酒っでた。機嫌を取ったりしてたのかもね。なるほど。ありえそうだね。じゃあちょっと取ってきまーす。ちょっとあのおっさんの依頼こなしたかったんだけど、大地の手根 ?4 つ？ 20 分ぐらい1個も落ちなかったね。ちょっともう諦めました。ローパーってやつがね、永遠に倒してたのにね、一生落とさない。なんかレアドロップっぽいけど、それあん4たたつ持っち、てなると無理。執行隊が連れてった人の仲間だろ。出てってくれ。巻き込まれるのは出てっごめんてだ。くれのエフェクト。おい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 。すぐ出ていくから質問に答えなさい。その執行隊はどこに向かったの？アルフェン止めろよ。シスロだ。主婦だ。そう言ってた。こいつさっき仲良くなっやったぱり。しかし、なんでこんなことに。ここしばらくこの村で騒ぎなど起きたことなかったのに。これ以上は時間の無駄のようね。お仲間を取り戻したいなら急ぐことだ。お？シスロ殿に連れて行かれて戻ってきたやつはいないんだ。なんかちょっおとい、やめとけ。話できせっそうかく助かったのに。構うもんか。密告した気がすればいい。な。おお。シスロ殿は収容所なのか。主婦なんだろう。主婦だとも。だが同じことだ。移動を禁じられてる俺たちにとってはな、俺の親も兄弟も蛇の目に連れて行かれてそれきりだ。やだな。もう奴隷も嫌だけど、この生生き活ていけもない。嫌だな。行けよ。それで一人でも多くの蛇の目を殺してくれ。殺す気はないけど。行こう、シスロ殿へ。とりあえず行かなきゃ分かんなそうだな。てか、なんでこんな寒い地域に来た時に DLC 買ったんだろう。こっちだってのか、行く道。ん？違うな。降りよう。降りれるのか？降りれそうだな。こっちが正解か？ここの人たちにとって蛇の目というのは本当に恐ろしい存在なんだな。そうね。スルド・ガナベルトの手先として実質この国を支配しているやつらだからね。目をつけられたら最後。どうなっそたんしだてろうジルね。ファはシスロ殿か。途中で追いつけると本当にいい殺な。されてるのかな？私は
もともとみんなをシスロデンに連れて行くつもりだったわけだけど、一つ忠告。うん、忠告。シスロデンへはこの先にある森を通るんだけど、すごく危険な場所なの。森か。うん、狼のね、ひときわ大きいのが群れを率いてる。ボスか。私も雪道に襲われて、それで仲間とはぐれたんだ。わかった、気をつけよう。じゃあ仲間おる？仲間みんな魔法使いなのかな。そうではないか。馬とか乗れないの？ちょうだいよ。この先の森を抜ければ主婦シスロデンや。逮捕されるかズーグルの餌にならなければの話だがな。そんなに険しいとこなの？危険な森に。休憩できるやん。準備はしっかり整えておこう。でももうさっき休憩したから別に大丈夫でーす。何も減ってないんじゃない今。ちょうど休憩してきたばっかで。怪我をしたらシオンに言うんだぞ。他人ばかり見てられないわよ。なんでそんなに。もうジリファいないとやっぱダメだよ。あ、メニューはこれか。え、これ戻れないのか。一応休憩しないとダメなんだ。いや、料理作んなくていいや。休憩するとき仲間と過ごすことで絆を深められます。何それ、そんなの初めて見たんだけど。シオン、少しいいか。そんなのあるの？してたのに何か。ごめんって。いや、用というほどのことじゃないんだが。ならもう横にならせてもらうけど。そんな怒んないでよ。そんなに面倒か。逆に聞くけど、あなたはなんでそうすべきだと思う？これ本当仲良くなってる？普段から話してないと、いざって時に困るかもしれないし。いざって時って？急に具合が悪くなった時とか。治癒術を使えば済むじゃない。シオンはそれでよくても、頼みたいやつは言い出しにくいかもしれないだろう。必要ならそう言えばいいだけだわ。私が意地悪して断るとでも思ってるの？そういうことを言ってるんじゃない。なんか悪くなってんじゃん。じゃあ何なの、周りくどい言い方はやめて。俺が言いたいのは、つまり一緒に行動するなら、いがみ合ったままよりそうでない方がいいに決まってるってことだ。よく言った。よくわからないわ。でもあなたがそういうことを気にしているというのは分かった。ちょっと伝わった。あなたに余計な負荷をかけたいと思っているわけでもないし、だからできる範囲でもう少し話す機会を設ける。おお。ああ、十分だ。なら今日はもう休ませてもらうから、おやすみ。ちょっと仲良くなったわ。少しは結局分かってもらえたのか。ぽいね。え、でもこれシオンとの絆が深まった気がした。そろそろ休みましょう。え、何それ、そんなのあんの？これじゃあもう料理作らない方がいいじゃん。こんなの、こんな会話聞けるなら。いつまでこうしてるつもりなの？え、ずいぶん悠長に構えてるように見えるけど。別に悠長になんて構えていない。これどっち？そうならいいけど、またすべきこれは本当のストーリーの方か。心配になったわ。言われなくても分かってる。ギスギスすぎ。できてるよ。ああ、分かった。寝る前も話し込んでたよね。あの光目と何話してる？あ、違う。これストーリーじゃない。特別なことは何も。ただ話せば少しは打ち解けられるかと思って。なんで？レナだよ。協力し合ってるのは知ってるけど。仲良くする必要なんてないじゃない。いいってそれ。当分一緒に行動するんだ。ずっといがみ合ったままじゃまずいだろ。うん。それにどっちかが命令するだけじゃ。このネックレス何？トカゲ？できることなら。なんか尻尾燃えてない？何だこれ。対等に協力したい。だからって。大体。全くそんな気ないってわけでもなさそうだけどな。ジルファがいなくなった途端。そうね。この様か。こんなギスギスしてたんじゃ勝てるものも勝てないけど。なかなか難しいとこやな。どうすればいいんだ。
あれだけの器には。とにかくもう少し話を重ねてみるしかないか。でも結構ポジティブ。ちょっと、え、壁を壊す。なに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 、なんで今スキルパネル、よくわからん。あ、てかそういえばさっき解放したスキルをちょっとつけたいんだけど、これ何が強いのかわかんないな。さっき解放したスキルをちょっと つけたい。アルフェンのスキル切り替えみたいな、どうやってるんだっけ。あれどうやってやるんだっけ、間違えた。これか。エンジンかな、当たりにくいんだよな意外と。だからちょっとこれにしてみよう、試しに。気を急ぐわよ。ちょっと待って、休憩してシオンの会話以外も一応聞いときたい。気になる。手が思うように動かない。この寒さだからね。ああそういうことか。体は正直だよ。リンウェルと話したい。こういうの気になっちゃうんだよな。お、ムービーだしこっち。え、シオムービーじゃなかったのに。え、ムービーかと思ったら何も喋んなかった。何これ。お休みだけ。なんかあんのかな。今日もよろしくね。え、もう一回、もう一回じゃあシオンと喋ったらどうなんの。なんかあんのこれ。これでルート分岐したりするのかな。シオン、少しいいか。さっきシオンとの会話だったけど、あ、映像になった。相変わらずなんか喋ってはなさそうだけど、その距離で手あげる。なんかあんのかな。まあいいや。先を急ぐわよ。あ、2回同じとこでやっても仲は深まらないんだ。茨、シオンが怯える触れたものに激痛をもたらす呪い。てかそうだよね、これの茨なんかもうない、なきものにされてる。ここの狼がいるという森か。ジルファたちの気配はなさそうだな。うまく気配わかる。森を抜けたか。めっちゃ吹雪じゃん。すでに襲われたか。どちらかね。どうせ連行されたんだから関係ないんじゃない。いや、事実を言っただけよ。急ぐんでしょ。寒そう。ごめん水着にして。大丈夫だよ、フルル。あー、フルルもう怖がってんのか。すごい吹雪。こうしか重くなりそう。進むのも一苦労ね。あ、何あの水色のやつ。うっかり道端にあるものとか見逃さないようにしないとな。まだいい方だよ。ひどい時は道に迷ってもこれに。こんなんどうすんの。新しい技がどんなんか。これ待って、さっこの前までずっと四角ボタン長押しであれ出してたからさ。でも強いねこれ、距離詰めてくれるから自動でやりやすい。価値があると思うわ。価値がある。硬い骨。そんなにこれ飛び越えれるの。無理だよね。右道あんの。え、右道なくない。ん、こっちが道なのか。え、これダメージ、こんな状態で。ああ、絶対ダメ。え、すごっ。シオンやばすぎでしょ。この状況で心臓止まるよ。やば。鉄のかけらなんか使えるのかな。
よし、走ろう。寒そう。うわ、出たこいつら。やだこいつら。いや、一応戦っとくか。こいつらが、第一の主根落とすんだけど。全部しか、このまま、なんか長押ししてもダメなんだけど。あれ？これ、あ、ストライク来た、あ、ストライク来たのに、なんで？本当におかしくなってるわよとか言われたんだけど。待てよ。むずっ。どうやってあの状態で。あ、待って、戻ってる戻ってる。もういいかなこいつらは。無視で右。絶対寒いやん。だからこそじゃない、守るために。やばいってそれ。ああ、全部撃ってめっちゃ無視するやん。このまま使って、あ、でも意外と食らわない。なんか厚ゲージないのに勝手に技出してるこれ。そんなことはない。これ行ってない方向、左だ。これなんだ。何がある。いや、こっち正規ルートか。邪魔。危ねえ。宝箱開けて、おお、1050ガルド。何に使えるかな。いまいちまだお金の使い道ないからな。多分道具とか、回復とか買うんだろうけど。え、何？そういうこと。初めて見たかも。食料探しに来たら怪我をしてしまった。お願い見逃してちょうだい、これあげるから。おお、さっきくれよ。もうできることをしただけ。 CP 大事なんだから。結構すぐ消費しちゃうんだよな CP。 これさ、やばそう。いや、行こう。サーモンとこっちは。これダメージ食らわないの、こんな寒いのに。ピーチグミ大丈夫、腐ってない。宝箱。いやー、間に合わんかった。バサーカーで初めて聞かな。痛くない？やばい、痛すぎる。あ、やばい。あー、うち。蘇らせてください。やったー。流ししてもさ、発動しないんだけど。火の剣がなんで、なんでだろう。やっぱ風神剣に戻した方が良さそうな気がする。全部使い切ってからやりたい。 OK。まさか強そうじゃね。危ねえ。食らった今。食らったかどうかがわからない。待って、避けて。避けれてないの今の。嘘でしょ。やばい。CP、クソ消費してる。なんでみんなそんなに食らってないの？逆に。あー、ミスったー。このまま上上げてストライク。おいし、危ねえ。いまいちでもあれを、あれの出し方もわかんないんだけど。やば、 CP が完全にな。お、鬼キスワンピース、何それ。
見せてくれ。いや、ワンピースだから。どんなの？見た目が、見た目のせいで変わんない。外したら変わる？あれ？あ、見た目装備とあれは別なの？変わんないのかな？じゃあ。で？待って待って待って。このまま、ミルク？このまま泳いでいけばいいのか？ちょっと待ってよ。一旦、CP 回復しとこ。アイテム。何組だっけ？オレンジだった気がするんだけど。オレンジなくない？え？あった。オッケー。いや、ボス戦でもないのにこんなの使っちゃっていいのかな？まあ、でも、もう、使うしかないよな。邪魔です。やめてください。待て、ストップ。右、こっちだ。この先には何がある？ナンス、ナンス！オーマイガー、バサカーが強いんだよ。危ない。あ、倒れてる。倒れてるって。いった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 。完璧。あんだけ連打してりゃそりゃできるよって話だけど。何も見え、何も見え。いた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 。あ、来た。いや、マジか、今の無理か。三角の方でストライク。もうすごっ、エフェクト危ない。今のジャスができないんだ。ジャスがっていうか、ジャスト回避。あ、でもだいぶ楽になってる。一回戦ったから。オッケー、完璧。これ何？ベルベーヌ使用すると防御力が上昇する。何それ。そんなもののためにこんな頑張ったの？強いのあれ。待てよ、こっちだってるね。オッケー。一応アイテムは欲しい。取れなかった。オッケー。あっちは何もないね。これ拾って。で、この先はレタス。何？びっくりした。なんであんなズーグルが。これじゃ進めやしない。あんた、こんな危険な場所で何してるんだ。んお前らこそなんだ。まさか俺の後をつけてきたんじゃないだろうな。密告する気なら逃がしゃしねえぞ。俺たちはシスロデンに行きたいだけだ。囚われた仲間を解放するために。うん、狂人の集まりか。さっさとですな。ズーグルと言ってたな。この先に手強いのがいるのか。あー、あの狼ね。弱点の箇所でも叩けりゃ倒せるかもしれねえが、俺の腕じゃとても無理。執行隊の跡をつけりゃ森を抜けられる算段だったが、当てが外れたな。いや、まだ外れたと決まったわけじゃない。俺たちが何とかしよう。狂人はどこまで行っても来るってやがる。うるせえな。言ってる言ってろ。ここ、あー、君は。あー、武器作成したいけど、なんかさ、作れる。おお、何この武器、ダサ。獣の、何これ、ヒエ？欲しいな。あ、結構高いね。あ、他の人の武器もある。うわ、全部作れねえ。そんなことある。うわ、全部作れない。マジ。いや、正直、これ作るぐらいなら、こっち作るためにお金も貯めときたいから、霊動力のかけら。なんか難しいな。あ、待って。アイテムは買っとこう。消費アイテムはなんか買えるかもしれん。あ、アクセサリー作成もしときたいな。何がある？耐久力アップ。
何それ。狙われやすさダウン。ああ、そういうのができるんだ。シオンに狙われやすさはダウンをつけときたいな。毒耐性はいらんけど。つけとこう。これを。で、こっちに、これをつけとこう。OK。早速変えようかしら。で、回復して、さっきのグミ使うんでよかった。ここでボス戦か。ボスって言っても、まあ、中ボスぐらいのあれだろうけど。あ、しまった。あ、違う。スキル変えるの忘れてた。何？なんでそのなんか、流風力みたいな、まとってんの？モンハンの。完全に。絶対リンウェルも戦うべきだし。下がってろって言う必要あった今。何？急に？ここに来て。そんなポケ。とりあえず、これさ、でもザコ呼び出しとかされそうじゃない？おー、怖い。待って、喋れない。怖い。なんか、溜めてない？なんか、痛い。回復ください。あー、ありがとう。これってさ、十字キーのやつって全部みんな溜まってから使った方がいいかったりする？しないね。もう全部使ったらじゃあ、取っとこう。全部使って、お？弱点部位。大型の敵は、体のどこかに、オレンジ色に輝く、霊石を持つことがあり、一定のダメージを与えることで破壊可能です。破壊可能にすると、コアブレイクとなり、その敵はダウンします。敵によってはこの弱点を直接ターゲットにすることが可能です。へぇー。どれ？そのオレンジの場所か。それ？やばい。あぶない。撃って。あれを、弱点を。やばい、マジ死ぬ。それでもさ、なかなか狙えなくない？何？待って、やばい、怖い。危ねえ。あ、でも結構殴れてるのか。エフェクトが出てる。やばくない？すごい、やばい気がする。いけ。OK、ナイス、うまい。うん、殴れてるエフェクトは出てるっぽいね。痛い。あー、ありがとう、エイド。もう一回溜まった。オッケー。コアブレイクした。あー、反対側来ちゃった。モンハンみたい、この感覚。尻尾切りたいのに反対側に倒れちゃうみたいな。喋れ。痛すぎるんだけど。ちょっと、助けてください。ありがとう。待って、シオンが狙われるのが一番やばいんだよ。お、来た。この攻め時の時にこれ使った方がいいのかな。わかんないな。やばい。あ、でももうコア完全に壊れてない。もう狙い、ボシュッと移動だけでそんな食らう。これもう回復できなくなるよそのうち。あ、またコアが復活した。そういうことね。なるほど。やばそう。危ない。起きた。危ねえ。ギリギリ。これマジで強すぎない？あ、これ終わりじゃないの？これで終わりじゃないことあんの？マジか。やばいな。めっちゃ強い。そんなことある？ゾーン？いやー、やっぱそういうのあるんだ。そういうのある気はしたよ。
あぶねえ。え、大技、待って、あぶ。死ぬ。全部つなげて。何？大丈夫これ。本気になったみたいって何？だってやばいって死ぬ。凍った。リングルも死んだ。やばい、待って。しよう。頼む。復活させて。待って。アイテムを使おう。これで、ライフボトル？ライフボトルじゃない。なんだっけ？ライフボトルだっけ？いやー、これ使う？ここで。いや、使うしかない。待って、やばい。で、ついでに、オレンジ組も使おう。で、このまま、シオンの技使って、使うはいいんだけど、待って。そう、リンウェルを復活させてあげてくれ。え、リンウェル復活させなかった今。ああ、させたよね。よかった。いや、ちょ、飛ぶの危険だ。危なすぎる。何してる今。ちょ、わかんない。何してるこれ。え、本気になったみたい。待って、やばいって、それ。あ、死んだんじゃないシオン。生きてる、よかった。やばいって、それは怖い。あ、シオン死ぬじゃない？シオン死ぬな。絶対シオン死ぬな。あ、シオンの方に行かなければ死なないか。あ、よかった。もう、横目で凍ってるシオンが見えたから、もう完全に死んだと思ったわ。ザコを一旦倒して、いけ、これで、あ、来た。待って、全部使って。全部使って。もう、早く死んでくれ。まだでもあと3800。やばそう。え、なんで狙ってくれない？やばい、待って、やばい、ミス。え、リムエル、あ、生きてる、よかった。これやばい、また来る、あれ、また来る。俺狙ってくる。だよー。あ、やばい、これ。終わった？待って、あー、これ。やばい、待って、ダメだ。CP がない。ライフボトル使うか、オレンジ組か。オレンジ組で、ダメかな。よし、OK。シオンが優秀だった。リムエル耐えて。もうちょっとなんだよ。危ねえ。何してる？あ、やばいやつ。リムエル耐えてくれ。何も見えない。何してるかが見えないって、それ。ダメだって。危ねえ。もうこれでブレイクして。いや、もうちょっと。いけるって。危ないよ。ギリギリすぎた。もう十字キーさ、いつも適当に押しちゃうから同じ技になるんだよ。あー、こいつでこんなに苦戦してたら、クリアまで一生かかるよ。ちょっと、光ないの。うわ、なくなってる。リンウェルが死にかけだ。いや、全員死にかけで。やばすぎる。死ぬ。あー、え？待って、さっき通ったよね、ここ。あ、なんか、リーダー変えちゃった。通ってなかったわ。危ねえ。ちょっと2連戦とかなったら終わりだよ。どうしたっていうの？血の匂いがする。そんな鼻聞くの？ズーグルがこんなに、どういうこと？どうしうちには見えない。一体何が？え？ちょっと待って、本当に
ボスはやめて。すごい顔してるけど、二人して。え？強っ。仲間になんない？あいつは。まさか、これを全部一人で。仲間になんない？君強そうじゃん。何？え？何その目。強っ。何？何してんの？消えたし。え？何者だったのかしら。ハモった。あれがこの国のスルド、ガナベルトなのか。なわけないでしょ。スルドが一人で外をうろつくとも思えないけど、それにレナ人がズグルを殺す理由がないわ。何にせよ顔を合わせなくて正解だったみたいだ。見ろよ。なんで？全て人たち。別にいい人かもしんないじゃん。ただものじゃない。大丈夫か。あ、うん。今はジルファを追おう。知り合いか。知り合いだな。絶対に。恐ろしいやつだったな。リンウェルの仲間？はぐれた仲間かな。それ以外何か考えれる？シオンの知り合いではなさそうだったし。リンウェルのはぐれた仲間か、アルフェンの昔の知り合いか。の輝き宿る国シスロディア。全然輝いてなくない？言うほど輝いてないよ。あの光は何なんだ？街を照らしているわけじゃなさそうだな。うん。あれがこの国のすべて。言ってみればわかるよ。この国のすべて。どうしたんだ？ビエゾを倒した矢先に現れたリンウェル。たまたま村で敵の一員として居合わせたジルファの息子。村から逃げた私たちを追ってこなかったヘビの目。これは本当に偶然なの？なるほど。罠だって言うのか。そんな、私は精霊術のことがなければ疑うところだけど、それは考えにくいわね。自覚のない駒かもしれないけど、まあ可能性はあるかもね。捕まえるためか。わからない。ただあまりにできすぎているというだけ。うん。考えても仕方ないわ。どの道私たちはスルドの元に行くのだ。ぬるっとここまで来れちゃったしね。どうやって入るの？え？まさか蛇の巣に正門から堂々と入るわけじゃないんでしょ？町のそばの泉、その近くに抜け穴がある。そこから入れるよ。なんか変装とかした方がいいのかな。もうこんな雪国に。お、フクロウが反応して、何？そっちに何かあると言いたいみたいだな。めっちゃめちゃいるけど、フクロウの森？何する？ヤシロ？はい。何？おるおろるる。え？何言ってんの？何？ウルル、お友達がいるの？多分こいつは元に戻るだけだよな。喋りかけたら。雪が消えて寒くもないわ。ウル、意味わかんないんだけど。なんか奥にでかいのがいるぞ。ズーグル。いや、ズーグルではないだろ。フルル、フルル。嬉しそう。警戒してないし、危険はなさそうだよ。吹き抜けた BGM だな。油断するなよ。え？めっちゃおる。
そんな動きできるわけないだろ。なんなん。いきなり物をよこしたりしてどういうつもりかしら。意味がわからないんだけど、ね、このピカチュウの森みたいな。あの袋ひょっとして助けたら全員ここに来るの。前に助けた袋だよ。じゃあさっきのはお礼のつもりかな。一人目充血してんじゃん。フルルと比べて顔ハルフェンの顔なんていうか妙に立派ね。案外フクロウの王様だったりしてな。まあ王冠はしてるしね。隣にいるのは差し詰め女王かしら。女王、うん、どう見てもつがいだもの。王冠とティアラ。ここはフクロウたちの住処か。こんな広い場所なのに私たちがあのフクロウを助けるまで2羽だけで暮らしてたのかな。ここをいっぱいにしようと。その上王様と女王様までいたんだ。案外探せばもっと他にもいるかもしれない。リンウェルだって世界の隅々まで探したわけじゃないだろ。それはえこれそんなムービー大層なムービーとフィールドまで作るほどだったのかな。もっと仲間を見つけてさ、この場所を教えてあげようよ。旅のついででいいからダメかな。もともとそのつもりだけどさ。たくさん見つけてやろう。ありがとう。てか今あのもらった服が気になるんだけど。リンウェル？ううん、なんでもない。え？さ、行こう。これもストーリーに関係してくんの？え？モフモフフレンド。え、発ゲージ1個増えたし。いや、わからん。一定時間味方一人の貫通力って何なん？袋を集めるほど属性攻撃力強っ。ああ、これも強い。え、全部強い。発見した袋は袋の森に集まります。森には袋キングと袋クイーンがいて、袋キングに話しかけると発見した袋の数に応じてご褒美がもらえます。へえ。フォーフォー。え？毎回ムービー見させられる？毎回違うのかな？毎回一緒なのかな？どういうこと？どういうこと？アップルグミかよ、しかも。めっちゃでくれた、でも。ちょっと待って。服が気になる。暗闇の戦闘服。うわぁ。色違いじゃん。あの、布がやだ。これマジ何？何を集めてんの？あ、な、鳥は光るものが好きみたいな、そういう感じ？わかんねえ。いるの？いや、ここにいるやつを見つけたところでだよな。いるわけないか。すっげえ眩しいな。なんか、すごい不思議な気分だわ。もうすごい眠くなる。てかまあちょっと1時間やってるからここで終わっとこうかな。さっきのとこで終わっとけばよかったな。この続きはまた
次は何この上のマップめっちゃ広くない？こっちなのかな、次行くのどっちなんだろう。抜け穴、抜け穴からだからこっちか。泉の抜け穴っつったからこっちだな。こっちだと正門みたいなことなんだろうな。次はこっち行ってシスロデンに入るところからやりたいと思います。それじゃバイバイ。